本日は合気道がイカサマかどうかといったことについて、ご説明差し上げたいと思います。皆様の中には合気道はイカサマやインチキじゃないかと思っていらっしゃる方が意外と多く、見受けられるようです。結論から申しますと、合気道はイカサマやインチキでは全くありません。なぜそういったイカサマやインチキであるかのような誤解を受けてしまうかというと、これは実際に戦う試合や組手と武を表現する演武といったものの違いが誤解を受けているのかなと思います。合気道が普段行っている皆様にお見せしているものは演武や型稽古といって実際の試合ではなく、合気道を分かりやすく伝えるためにやや武を演じているといった形が演武であり、少し分かりやすく言うと誇張が入っているアクションのような形にしているものが演武であると言えます。ですので試合のように実際に本気で戦っているとものと思って演武を見てしまうと少し認識がずれてしまうわけですね。実際のところ分かりやすく言うとですね、ボクシングを見ているつもりでいたら実は古典的なプロレスであったと、そういった認識の違いがあると思います。プロレスというのはですね、これは古典的なプロレスは私はあまりプロレスには詳しくないので少しトンチンカンなことを言ってしまうかもしれませんが、実際にルールの中で競技として強さを競うというよりは肉体を鍛え上げたプロレスラーがいかにプロレスはこんなにすごいんだぞ、プロレスラーは強いんだぞということをプロレスラーの凄みを表現する場が私はプロレスだと思っています。それと同じような形で合気道家が普段稽古した合気道の実力を観客の皆様に分かりやすくやや大げさにしてお伝えしているのが演武、つまり実際の競技や試合ボクシングのつもりで見ていたら実際は凄みを表現するプロレスだったといったような誤解が合気道にもあると思います。実際に合気道の試合を見ていただければ分かる通り、合気道は実際に技がかかりますが、それはもっと地味に普通に関節を決められたり固められたりして相手を地面に押さえてそこから関節を決めて一本を取ると固定返し、固定返しですね、2強、3強、入り身投げなどで実際に相手がズドンと倒れたところを固めて前倒す、そして一本を取るというのが実際の試合の形です。演武ではポーンと大きく、前方回転受け身を飛んで、前方回転受け身を取っているので、実際の試合でもそのようにポーンと相手が飛ぶかというと、そういうわけではありません。あれも、前方回転受け身というものは、ある程度観客の人に分かりやすく伝えるために合気道の技はこんなにすごい威力があるんだぞというのを見せるために、飛んでいるのであって、実際の試合の際は普通の受け身で、ゴロンと倒れますので、あのように派手にポンポン人が飛ぶわけではありません。また、普段行っているのを型稽古、型稽古というのはこれは約束された組手であり約束組手とも言います。相手がこういうふうに攻撃してくるのを、捌きましたと、投げましたというパターンが決まっている、いわゆる一種のパターン練習ですね。そのため相手がついてきたのを、投げられる側は、抵抗をせずに素直に受けを取って、倒れると。またその際に、皆様にお見せする際は少々分かりやすいようにということで、飛び受け身などで派手にすると、そういった装飾が多少入りますので、インチキ臭く見えてしまうと。ですのであくまでも実際の実戦、戦いや試合ではなくて武を演じている演武であるという前提で見れば、合気道がインチキでないということは分かっていただけると思います。ただ少し気をつけなければいけないのは合気道家側もですね、これは演武なんだぞと、実際戦うときはこう簡単にはかかりませんよというのを、アピールせずに、演武とは実戦でありといったようなことや、受け身を派手に取らなければポーンと飛んで逃げなければ腕が折れてしまうんだ死んでしまうんだなどといっていかにも演武が実践であるといったように、見せる、いう
方がいらっしゃって、それは私は非常に良くないなと思ってます。演武は演武、組手や試合は試合、演武では派手に飛んでるが実際の試合の時は、そう簡単にはいかないんだよというのをしっかり合気道家も説明をしていかないと、非常に誤解を受ける原因になってしまうなと思っています。つまりは合気道が、やらせじゃないかと言われているのは演武で派手に技を飛んでいる、それが実際の試合や、実際の戦いの時もそのように決まるのではないかというふうに思われてしまっていることが原因ですね。見ている側とやっている側の認識の違いというのが一つ、もう一つは、合気道で試合をやっている流派というのが、破天荒は試合を行っていますが、なかなか少ないもので、皆様が普段合気道を目にするときは演武や型が多いと、演武や型と試合や組手の違いといったものの認識のズレですね。ですのであくまでも合気道はすごいんだぞという表現方法の一つとしての演武、実際に使ったらどうなるかという試合、そこの違いがまだ、はっきりしていないのが問題かなと思います。合気道が実際にどのように使えているのかというのを見たい場合は、破天荒の試合を見ていただければ、実際抵抗してくる相手にはこういうふうに技がかかるんだぞ、ついてくる相手、打ってくる相手にはこういうふうにさばけばいいんだぞというのが、分かると思います。ですので、合気道は決してインチキなものではないのですが、そういった認識の違いを合気道家側からもしっかりと発信していくことが、合気道がインチキやイカサマじゃないんだぞということを皆様に知ってもらう上で、重要かなと思っています。